はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回ですね、唇が綺麗になる方法ですね、お届けしたいと思います。はい、まあ、僕もね、唇のトラブルの動画何本か撮ってるんですけども、まあ、先日もね、唇の、色血色が良くなってきたとかですね、口角炎が、すぐできてた口角炎がねもうできにくくなってきたということで、喜びのねコメントいただいたんですよ。で僕もね、この絵からの季節ですね、もう冬場だけではなくて、唇のケアをしていかないと、まあ、唇のそのカサカサとかね、そういうものってですね、やっぱ見た目年齢とかにも影響されると思うんですよ。でやっぱ血色、色ですね、色もやっぱり青白いのってやっぱりイメージ悪いじゃないですか。そういうものも改善していくために今回ちょっとまとめてみました。まとめてみてですね、まあ、唇のその組織の、ことであったりとか少し豆知識も入れながらね、新たにその自分の体の興味を持ってもらいたいなと思ったんで、今回ね豆知識も含めて、お話ししていきたいと思います。ぜひね、最後まで見てください。はい、まあ、早速やっていきたいと思うんですけども、あの唇っていうトラブルね、唇のトラブルというとですね、やはりそのカサカサしたりとかね、荒れてきたりとかですね、こう皮がめくれてくるとかですね、ひどい時はこう切れたり血が出ることってあると思うんですよ。あとね、そういう方だけではなくてですね、まあ、唇の色が悪い、ね、赤くない、青白いとかですね、なんか血色が良くないなみたいなですね、そういう方もおられると思うんですけども、まあ、このセルフケアを全て、あのこのねセルフケアされると全ての問題点が解消していくと思いますので、ね、ぜひね、やっていってほしいと思います。はい、でですね、まあ、唇の中でですね、僕もいろいろ調べていく中で、気づいたことが2つあってね、1つはね、唇ってこの赤いのって僕ら普通だと思ったんですけども、このね動物の中でも人だけらしいんですよ。実は、他の動物の唇っていうのはね赤くないんですよ。そこまで、あのそういえばチンパンジーとかゴリラってこの皮膚の延長の色をしてるな、顔の皮膚の延長の色をしてるなと思ったんですよ。で、唇の赤いのは人だけで、その理由はね、もう一目瞭然、こう血が流れているから、毛細血管が、流れてる、たくさんの毛細血管が流れてるから赤いらしいんですよ。まあ、まさにそうですよね。この皮膚でも、この薄いところってこう赤くこう血管があるなとかもそうですけども、なんとなくこう血液流れてるなってなんとなくわかるじゃないですか。で、唇は特に、この薄い状態ですね、この角質が薄いと言われています。で一番ですね、薄いんちゃうかなと思うぐらい、粘膜の次ぐらいじゃないかなと思うんですよ。で、このね感じやすいセンサーなんですよね。で、熱いものを食べたりしたらあちってなるじゃないですか。で熱いものを飲んでもこう口がやけどするとかあるじゃないですか。僕も結構ね唇がこう熱に当たるとこうびっくりするんで、熱ってすぐなっちゃうんですよ。で僕はだから感覚神経が敏感なのかなって思うぐらいちょっとね過剰に反応しちゃうタイプなんですよね。で、1位はちなみに1位は手のひららしいですね。手のひらの感覚神経っていうのが1番で、2番目ぐらいが確か唇だったんじゃないかなと思うんですけども、熱いねものを触った瞬間うわっ熱ってなるじゃないですか。それとその次ぐらいに唇って敏感だと思うんですね。まあ同じ熱いものをね、夜間で熱っていう思うのと唇でこう触れるのと全然この状態は違いますよね。多分こっちだともうえらいことになると思うんですよ、皮膚が薄いから。だからそういうことはしちゃダメですけども、感じやすいセンサーだということだけ覚えておいてください。でもう一つはね、僕が、びっくりしたのは上唇と下唇っていう組織の由来がね違うらしいんですよ。で、上唇っていうのは皮膚から、皮膚の延長で上唇になってて、下唇は口内、口の中からの延長でこの下唇っていうのが形成されてるらしいんですよ。僕はね、てっきりね上唇下唇一緒だと思ってたんですけども、よく見るとですよ、上と下ね色ちょっとちゃうらしいんですよね。だからそこはね、皮膚からの由来と、下口内、口の中からの由来によって、色が若干違うのかなと思います。まあ、あとは毛細血管はね流れてるから、そんな色ってね、こっちが赤でこっちが黄色とかいうわけじゃないんですけども、まあ似たような色なんであんまり気づかないかもしれないんですけども、違うらしいです。はい、厳密に言うと違うらしいです。まあそんな感じでね、唇っていうのはですね、赤いのは人だけで、上唇と下唇は、別の組織由来だということだけね、ちょっと豆知識で入れておいてほしいなと思います。であとね、もう一つ言うんであれば、皮膚の
表皮っていうのと真皮層っていうのがあってね、で真皮層っていうのが、もともとそのターンオーバーしてこの表皮になっていくっていうのがあるんですけど、一番目が角質層っていうところですね。もうこの冬場ね、こうか乾いてきたこう皮がめくれてくる、これ角質層なんですよね。で角質層をちょっと気になるなーでプチッと取ったら血が出るってあるじゃないですか。その角質層っていうのがですね、他の皮膚と比べても超薄いです。裏返りました、超薄いです、はい、なので、無理やり剥がすと血が出るっていうのはもう当然のことなんですね。だからそこまでね、唇って薄いだけ思いといてください。まあ見た感じ薄そうでしょ、触ってもなんかもう薄い感じしますよね。だからあんまりね、唇ってあんまり触れることないの、いらない、触れる必要ないのかなと思うぐらいだから、ちょっと気をつけた方がいいかなと思うんですよ。であとですね、この皮脂膜が形成されないらしいんですよね。これ形成されないっていうのは、この汗腺とか、皮脂腺かというのがですね、ないから、どうしてもこの皮脂膜というのは形成されないから超乾燥されやすいんです。超乾燥すると思っ てください。と極端にもう、もう絶対乾燥するもんだと思っててほしいと思います。他の皮膚よりも乾燥するんだということですね、思っててほしいかなと思います。であとですね、その原因としてですね、原因トラブルとしてですね、カサカサですね、で唇が荒れたりとか、この切れたりね、こうめくって切れたりとか、口角炎もそうですし、あとはこの色の問題、見た目の問題で色が青白いとか、あとは口内炎っていうのもあると思うんですけども、そういうものがね、全てこの原因としてあるのが、乾燥、紫外線、あと冷房ですね。ここはですね、よくあるものじゃないですか。乾燥するからリップクリーム塗りましょう、リップクリーム塗ったら乾燥しないねだけではないんですよ、実は。だからみんな、表面のところでしかセルフケアをしないから、もうずっとセルフケアを、リップクリームだけで、対処してたら、年齢とともにですね、唇のその状態が、上がってこないんですよ、上がってこないんですよ。だから今回はですね、そのためにも僕はですね、全てのその内面的なところ、体の内面的なところからセルフケアもしていきたいということで、今回ね、撮ってるんですね。ほとんどのね、女性の方、男性もそうですけど、リップクリーム塗りますよね。乾燥するために、乾燥を防ぐためにリップクリーム塗ったりとか、この保湿をするためにってあるじゃないですか。でこれからの季節ね、紫外線が当たると、この皮膚がこれ薄いから、どうしてもダメージ与えて、唇の色が悪くなったりとかするんですよ。僕もね、海行ってる時、よくサーフィンしてる時とかね、もう唇なんかもほんとやけどみたいになったんですよね。本当にこう腫れるぐらいまで焼けたことあるんですよ。もう感覚がわからない、常にこう痺れた状態みたいな、本当ね、めちゃめちゃやばいなと思ってたんですよ。そういうことも今してないんですけども、紫外線でしょ、あとは冷房ですよね。で冬場の乾燥した空気もそうなんですけど、これからね、冬場の冷房にも気をつけてください。冷房はですね、この、冷気によってですね、唇のその水分を乾燥させ取っちゃいますんで、常にね、唇のね、保湿っていうのはしとかないといけないから、リップクリームって絶対大事なんですよ。あとね、僕が思うのは、そのリップクリームだけではなくて、その乾燥するときにね、そのマスクですよ、マスクをするじゃないですか。今ね、マスクを皆さんしてると思うんですよ。でしてるときにこう擦れるんですね、マスクのその布とね、布と擦れるだけでもね、乾燥しやすくて唇にダメージがあるんで、今回のね、セルフケアぜひやってほしいと思います。あとはね、内面的な問題といってね、これお医者さんでもよく言われるんですけど、唇の色を見てね、状態が良くない、体の内臓良くないなとか言われるのが、よくね、東洋医学、ツボの先生とか針の先生がよく言うのは胃の不調って言われます。胃の不調で、東洋医学的には、唇の色が悪いと胃の調子が悪いねということで、そういう処方をされるんですけども、西洋医学ではですね、消化器の不調とかですね、貧血だと言われるんですよ。これは本当東洋医学も西洋医学もね、同じようなことを言ってるんじゃないかなと思うんですよ。で今回は、その胃の不調、内臓的な不調も整えていくことによって、その血色ですよね、血色が良くなるっていうことですね、貧血の防止だったりとか、そういうものもね含めて、今日はセルフケアをしていきたいと思います。対策としてはですね、リップクリームを塗る、で2つ目はですね、
胃と腸のですね、負担を減らすということと、3つ目はですね、血流を上げるツボを紹介していきたいと思うんですけども、このリップクリームというのはね、結構皆さん塗っていられる方はほとんどだと思うんですけども、まあ、リップクリームを塗るだけではなくて、僕はですね、推奨している、まあ、セルフケアというかですね、やり方をちょっとまず一つお伝えしたいと思うんですけども、この炭酸性体スプレーですね、これを使いたいと思います。でこれをですね、唇にまずかけます。これはですね、僕は朝と晩におすすめしております。で朝、お顔を洗った時とかに唇に貼ります。キッチンペーパーです、はい、キッチンペーパーを貼ります。上唇と下唇ですね、はい、貼ります。ほんでそしてこうやって上からさらにスプレーをかけます。こんな感じですね。まず唇のですね、血流を上げるということですね。毛細血管の、血流を上げるというセルフケアで、要はですね、代謝を良くするというイメージです。いつも言っているその毛細血管を拡張させていくことに、膨らませることによって、血液の循環を上げていくことによって、その再生作用であったりとか栄養素を供給するということも一つ寄与されるんですね。でそれでですね、唇の血色を回復していったりとか、カサカサしているところ、切れたところとかでもですね、こういうものを、かけることによって早く再生するために血行を良くするということですね。でこれをまずしてください。でこれをしてから、まあ、3分から5分これをつけてから、リップクリームを塗るっていうような形ですね、はい、こんな感じでちょっと外しますね、はい、こんな感じで貼ってもらった後にリップクリームを塗ったりとか、ね、寝る前だったらリップクリーム塗ったりとかね、あとはメイクするとき口紅塗ったりするかもしれないんですけど、まずね、そのメイクする前にでもこのスプレーをかけて唇の状態を良くしてください。だから唇も柔らかくなります。柔らかくなってくるんで、その状態がやっぱりいいことなんですよ。やっぱ体のね、硬いところっていうのは悪いところなんで、柔らかくするっていう意識を持っていただけたらいいかなと思います。でそこからリップクリームですね、まあ、リップクリームについてはですね、あなたのお使いのリップクリームで結構なんで、僕よく、そこまで詳しく知らないんで、そういうものを使っていただいたらいいかなと思います。はい、でその次に、2つ目ですね、この胃と腸の、ね、負担を減らすということなんですけども、まあ、これからね、暑くなってくるから冷たいものを飲んだりとか結構する方が多いと思うんですけども、そういうものもね、なるべくちょっと常温に近い状態で飲むとかですね、そういうこともしながら、お酒飲む量も増えてきたりする時期だと思うんですけども、家でね、宅飲みっていうんですかね、そういうものも結構多いみたいなんですよ。でそういう方もちょっと飲む量を控えながらね、ちょっと胃の、負担を減らしていくような食生活とかね、そういうものをしてほしいなと思います。でもう一つ3つ目は、その胃とね、腸の負担を減らすというツボなんですけども、今日はね、2つだけ紹介したいと思います。で1つ目はですね、この親指と人差し指のこの間ですね、ここ合谷やったかな、ちょっと僕もツボの名前ちょっと忘れしちゃったんです。ここを押してください。はい、ここを押してグッ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 と押すような感じしてください。ちょうどね、ここに溝があるんですよ。でここを押すような感じで、これもね、押すだけではなくてですね、こういう、僕の炭酸性体スプレーをかけていただくことによって、血液の循環が良くなってから、さらに血行を良くするということなんですね。でこのね、東洋医学的に言うとですね、唇が白く 青白くっていうのは、気の流れ、血の流れが悪いって言われるんですよね。なのでこういうところを押してですね、まあ、冷え性解消のもとと、まあ、血流の血行促進ですよね、血行促進のツボになってますので、こういうのをね、押していただけたらいいかなと思います。はい、でもう一つはですね、この腕のここですね、この肘の骨から指2本ぐらいですね、ここにあるんですけど、ここをグリグリグリと、これも炭酸スプレーかけた後にグリグリグリとすることによって血行を良くするっていうところがポイントです。血行を良くすることによって、胃の負担とかですね、腸の負担を減らしていくっていう方法なんですけども、まあ、これをしていただくことによって唇が、綺麗になったりとか色がね、変わってくると思いますんで、ぜひね、まずは一つリップクリームと炭酸スプレーで、2つ目は、胃と腸の負担を減らしていく、で3つ目が、血流を上げていく、この3つをね、していくと、体、唇だけじゃなくて体の、ね、状態も良くなってくると思いますので、ぜひね、一度試してみてください。はい、まあ、これでですね、今日は終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思うのでいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。